日本宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘桜ヶ丘は仙台市青葉区の町1丁目から9丁目まである郵便番号は981-0961青葉区の北部に位置し県道大平仙台線が町内を南北に貫く町域内に仙台市立桜ヶ丘小学校仙台市立桜ヶ丘中学校宮城学院中学校高等学校 宮城学院女子大学を要する文京地域である。桜ヶ丘の範囲は、声援と南園が、指導、荒牧泉線、東園が、水の森公園の声援及び道園内に所在しなな、北田川水系高柳川の支流に作られた、三峡亭の流入河川、北園が高柳川の支流に作られた丸、田沢堤の流入河川が作り出した、V 字谷までとしている。 仙台駅から約5 5キロメートル北西に位置し、最高点は海抜9 9ル。最高点は桜川丘7丁を目バス停西側の高圧鉄線棟が立つ山のあたりと思われる。土地は第三基層の丘陵地帯を切り崩して造成したため上部で地震に強いとされている。団地は西側が高く東側が低い西高東低の地形となっている。 団地内の道路は桜ヶ丘7丁目北部3丁目の東部等の団地境界区域を除いて、ほぼ東西南北に伸びている。しかし、団地最南部である桜ヶ丘1丁目1から5番地ブロックは、土地の工程の関係で、ブロックの北側が崖になっており、東西にも道路が伸びていないため、南側からしか入れない地理的に隔離されたブロックとなっている。このためか、 桜ヶ丘一丁目一から五番地は、そのブロックに住んでいる人間か配達員くらいしか立ち入らない。また、桜ヶ丘一丁目一から五番地は、桜ヶ丘団地内で唯一桜ヶ丘小学校の学区ではなく、仙台市立中山小学校の学区である。当地は、第三期陸地が形成され、約六百万から二百万年前には、新葉樹が生い茂っていた。 8世紀の宮城軍設置により、当地も立領体制下に入った。12世紀に、源の頼朝が、平泉の欧州藤原氏を滅ぼした交渉で、街道総大将、千葉根ねを、訓行第一とし、従軍した5人の子にそれぞれ領地を与えたとき、豪南、種道が宮城国武装33教を賜るが、その中に荒巻の里が含まれた。 江戸時代に、当地は、仙台藩直轄の狩場、または、お囃子とされたため一般の立ち入りは制限されたが、今白石、実際は、野村、上谷狩り等の村と仙台城下町とをつなぐ道が、通っていた。明治以降、当地を含む、水の森から、国民一帯が国有林、民有林として森林が維持されていたが、太平洋戦争中は、木炭原木伐採や、炭焼き、 ガソリン代用品の小混油を取るための松の根掘りが、勤労奉仕や、勤労動員により行われた。現、指導、荒巻泉線は、中山不動への三経路でもあり、三峡定の流入河川が形成した V 字谷沿いには、荒巻温泉が開け湯し、高度経済成長期の1960年代前半には、道線と中山不動への道との分岐部に、 高楽園も開園するなど、仙台近郊の高楽地として発展した。1960年代半ばより、当地ではまず、春日団地が造成され、1965年から桜川岡団地の造成が始まり、1971年からは荒牧公園団地が造成された。桜川岡の名称は、同団地の造成を手掛けた、東北建設機動株式会社の社長、 佐藤善造が1965年春頃に、現、桜ヶ丘小学校付近の小高い丘に立って、四方を眺めた際、満開の山桜の景観が素晴らしかったことから、命名された。1973年6月から10月まで、住居表示実施のため地域説明会が数回、開催され、新町名が議論された。東北建設機動株式会社が、桜ヶ丘の名称で、 宅地販売し、それが桜ヶ丘団地の通称として定着していたので、住民の要望により、3つの団地の新町名は桜ヶ丘となり、翌1974年5月1日から実施された。桜ヶ丘団地内を通る県道は以下の2路線である。かつては桜ヶ丘団地と仙台市都心部とを結ぶ道路は、福音が小さく、特に通勤。 通学時間帯における渋滞が顕著であった。しかし、2012年の県道大平仙台線、北山トンネルの開通によって、桜川丘団地と仙台市都心部との間の道路アクセスは改善された。桜川丘団地の公共交通機関は路線バスのみである。昭和40年代頃は、桜川丘団地方面への市営バスは、本沢三丁目が終点で、 桜ヶ丘住民は徒歩か、東北建設機動会社の送迎バスに乗って、本座は3丁目まで移動していた。2017年4月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。桜ヶ丘団地の人口、世帯数、桜ヶ丘中学校の在籍生徒数を示す。1965年は、住所がまだ、荒巻やザカビラだったのでその住所の数値を示した。 人口、桜ヶ丘駐在籍者とも、初年度、過去最大規模、近年の3つの年のものを示した。桜ヶ丘団地は造成当初の1965年頃の入居者が20から30代の若い世代だったために、人口は年々増加し、1985年頃にピークを迎えた。以後は人口が減少に転じ、 桜ヶ丘中学校の生徒数の減少に見られるような少子高齢化の傾向を示すようになった。2000年代には、安倍城、ゴルフ練習場跡地、及び NHK グラウンド跡地の再開発により、新たな住宅地の開発が行われたため、多少若い世代の流入が見られた。また、団地内に宮城学院女子大学が立地しているため、同大学の学生も多く住んでいる。 桜ヶ丘8丁目は桜ヶ丘小学校、中学校及び桜ヶ丘公園、また桜ヶ丘9丁目は宮城学院のキャンパスが大部分を占めている。住民は学生寮の入居者など宮城学院の関係者のみである。宮城学院は女子校であるが1985年に男性の桜ヶ丘9丁目住民2名が記録されている。 桜川丘学区連合町内会は、春日団地町内会、桜川丘廃津町内会、桜川丘東町内会、公園団地町内会、桜川丘町内会、桜川丘西町内会、桜川丘友愛町内会、桜川丘中央町内会、桜川丘六町多め町内会、桜川丘七町多め町内会、桜川丘大葉台町内会、カビラサツキ町内会、 高楽園町内会、県営桜ヶ丘住宅自治会、甲府野村桜ヶ丘自治会の15町内、会、4095世帯で構成される。上記のように団地内に、宮城学院中学校、高校、大学が立地するほか、桜ヶ丘団地に隣接して、仙台大学附属秋成高等学校、宮城県線立山高等学校が立地する。このため、 桜ヶ丘団地は学校や学生の多い文教地域となっている。桜ヶ丘一丁目一番9号に荒巻カビラ集会所があるが、これは中山学連合町内会に属する荒巻カビラ町内会の集会所である。桜ヶ丘一丁目一から五番は中山小学校学区のため。桜ヶ丘入り口。 桜ヶ丘ロータリー桜ヶ丘駐在所のバス通り沿いに立地する桜ヶ丘団地で最も古い商店街。最も古い店は1965から1975年頃に開店したと思われるが、桜ヶ丘商店会は1977年に結成された。現在は薬局、寿司屋、中華料理屋、居酒屋、仙台銀行桜ヶ丘支店、パン屋、 桜ヶ丘郵便局、自転車や、理髪店、電気屋、スープカレーやセブンイレブンがある。セブンイレブンは、桜ヶ丘唯一のコンビニで、宮城学院や仙台大民生高校の学生もよく、訪れる。建物は30年以上使用しているところが多いため、古いところが多い。1977年の荒巻セントラルプラザ、開店、1987年の、 宮城西京桜ヶ丘店開店、北環状線開通による桜ヶ丘北部商業地域の進行などによって競争が厳しくなり、シャッターが折り閉店した店も目立つ。桜ヶ丘団地最北部の北環状線沿いに立地する商業地域。現在はデベロッパーによる再開発のために大部分の店舗の閉店及び撤去が行われている。2015年の初めまでは、 ファミリーレストランのビッグボーイや書店のブックセンター、湘南などが立地し、宮城学院、泉立山高等学校の学生を、はじめ多くの利用客がいた。特に、ブックセンター湘南は2階の漫画部が充実していて、人気の書店であった。再開発工事の開始以前に立地していた商業施設は以下の通りである。過去には、 家電量販店やスーパーマーケットが立地していた時期もある。1987年にオープンした宮城生協のスーパーマーケットであり、桜ヶ丘団地最大の商業施設である。食料品のほか衣料品の販売も行ってる。かつて、宮城生協桜ヶ丘店西隣の丘の上に、城の形をした鉄筋作り3階建ての住居があり、居住者の名を取って、 通称、安倍城と呼ばれていた。安倍城は、北四番手大平線など、交通量の多い道路からもよく見えるため、付近を通る人々から桜ヶ丘は城を持つ団地として、珍しがられた。安倍城の所有者であった安倍勝次は、かつての桜ヶ丘一丁目から七丁目一帯の所有者で、桜ヶ丘団地造成に伴う土地売却の利益で安倍城を建設したとされる。 しかし、事業の失敗により安倍城は手放され、長い間廃墟となっていた。また、安倍城地域への立ち入りも不可だった。2001年から2005年頃に、安倍城は西隣のゴルフ練習場と共に取り壊され、跡地は住宅地として再開発された。また、団地中央部には、ラウンドアバウトが存在し、桜が丘ロータリーと呼ばれている。 中央島に桜の木が一本立ったこのラウンドアバウトは団地のランドマークとしての役割を果たしている。2014年の改正道路交通法の施行により桜ヶ丘ロータリーは法律上の環状交差点として運用されている。ありがとうございます。